LMS2P 型4から4から0蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ヘンリー・ファウラーが設計した車輪配置4から4から0の軽量旅客用機関車で、1928年から1932年までに138両が製造された。本形式は1928年に導入された。 1921年鉄道法制定後に、ミッドランド鉄道483型蒸気機関車に、寸法の見直しとボイラー設置の変更を施して、開発された。番号は、ミッドランド鉄道が付け、残した563から不満され、700まで達した。138両が製造されたが、車番は、変更や、移動のためやや複雑になった。 633号と635号には1933年にダベック式の給水や畳め装置が取り付けられた。同じ年の9月6日に591と639はグラス号のカンバーランドストリート駅近くのポートエグリントンジャンクションでの事故で大きな損傷を受けて廃車された。1948年の国有化の後、イギリス国鉄は 残りの136台の機関車の番号に4万を加えた。1954年から1962年にかけて廃車となった。全車が解体された。1959年8月22日にバースからテンプルクームまでのサマセット及び同セット列車のマスベリーサミットでの4万7 0千九1961年7月25日に バースグリーンパークデポの4700号。1962年9月に廃車となり、1962年12月にダービー工場で解体された。ありがとうございます。